おおはよようございいまますエンゾーですすで11月27日朝ろしくお願いしく願、まあ、今日のタイトルとしては「タリフマン復活」ということでまあタリフってあの完全のことなんですがトランプ大統領自身が好きな言葉はタリフだって言って、えー、自分がタリフマンだって言ってまあこれ前回あの大統領の時ですけど言ってたんでまあ大統領就任前からあーまあトランプトランプトレードっていうのかなトランプ あのフー,ーマーケットっていうのか早くも昨日炸裂しましたよね SNS で、えー、メキシコとカナダに25%の関税をかける中国には10%の追加関税だっていうふうに言って、まあ、その、あのー、理由が薬物の流入を阻止するためみたいなことで知っ、えー、た、まあ、それを受けて東京市場で えっとまあ特に動いたのがドルキャンドルカナダここでね東京市場でドルキャンがこんなに動くなんてことはもうほとんどありえないんですけどこの時は1.4まあ1.3980ぐらいから1.4180まで急騰してまあその後はこう落ちてきてますけどねあとはあドルメキシコペソまあ もう東京市場で20.30から20.70に上昇その後まあ本場マザーマーケットでも上昇している20.80がなかなか前回トランプさんが当選した時もここあたりが高値だったんでこの20.80たり非常に重要ですよねまあそんなような感じで指摘された国は人民元も人民元安になったんですけど 指摘されたこの3カ国の通貨は売られたんですがなぜか日経平均も売られちゃうっていう、まあ、いつも通りのこのこの時間帯に何か起こった場合はあ日経平均先物売ってドレーン売れみたいなリスクオフでうんまあありがた迷惑っちゃうまあ日本も確かにね貿易っていう意味ではそういうものの影響を受けやすい国ではあるんですけど。 まあちょっとあの、なんていうのかな、とばっちり流れ玉みたいなようなもんですよね。実際、中国株そんなに下がってませんから、そ,そういうような動きになりました。これまあ朝方の動きだったということです。で、アメリカの新築住宅販売が73.8万から61万ということで、まあこれ予想は72.5万ということで。 17.3%ぐらい減少したというところですよねやっぱり住宅ローン金利がここに来て少し上昇しているっていうこととハリケーンで販売停滞したっていうようなところが影響を受けた可能性があるみたいですねやっぱりこの30年ものローンの金利プラスあの30年アメリカも30年金利 住宅ローン金利っていうのはが主なんですけど、この30年歳にスプレッドを乗っけた、えっと、大体金利になるわけですよね。ですから、まあ、一時、これ、秋9月頃って、えー、30年歳も3.9%まで低下してたんで、プラスまあ2%っていう、2%, 2ちょいっていう感じになると、6%台前半ぐらいだったわけじゃないですか。このの、まあ、アメリカの 住宅ローン金利は、正確にはちょっと違うんですけど、あのそれが今はこれ、プラス2%強ということになると、住宅ローン金利っていうのは6.7とか8%ぐらいなんで、だいぶ上がってきちゃってるんで、まあ、ここら辺も影響を受けたかなというところですよね。はい、であとはアメリカの CB、えー、カンファレンスボードですよね、消費者信頼感指数ということで、 こちらもこれ108.7から109.6に10月分が情報修正されましたから111.7ということで予想の111.3も上回る強い数字が出ましたよね。結構こちらはあの35歳未満の人たちの調査が好調だったということとあとはやっぱりその労働市場のが えー、好調だったということですよね。主に労働市場に関して消費者が現状より前向きに評価したことによるということで、まあ、そこら辺が、まあ、仕事に関してあの楽観的っていうところが評価されて消費者信頼感が上昇したみたいですよね。はい、あと昨日は、えー、ここを注目された、えー、FMC 議事用紙11月の67日分の議事用紙なんですが。 どの程度の追加利下げが必要かをめぐって意見が分かれていたことが分かったということで、おおむね緩やかに利下げをしていくっていうことでは、今後数週間、金融政策の展開について具体的な指針を置き換える時期であることの点で見解が一致した。まあ、トランプ大統領を就任するまでと、および12月もありますしね。うん。えっと、まあ、 あらかじめ決められた道筋で金融政策があるのではなく経済のの推移とととと見通ししへの影響が次第だと指摘したというところですね、うん。あとは多数の参加者が最近の経済指標の変動幅が大きく基調的な傾向を見極めることが重要である。なかなかそういうことが難しくなってるっていうことも言ってますよね。 中立金利が見通しにくくなっており、現在の金利がどの程度実際の経済活動を抑制しているのか判断が難しいと指摘した。あなたたちが分からなければ我々は分かりませんという感じなんですけどね。一部の参加者はインフレ率が高止まりする場合は、委員会は政策金利の引き下げを一時停止し、抑制的な水準を維持できるというふうに指摘 また労働市場が弱まったり経済活動が停滞したりした場合は引き下げを加速するる。ことも可能である多数の当局者は金融政策の適正なスタンスをめぐる不確実,不確実性があるために金利引き下げを徐々に進めることが適切だというふうに見ているということでやっぱりちょっと慎重に進めるべきだなというところですよね。今日もモーサテでね、佐々木さんが、あのー この PCE のことについて触れていまして過去の利下げ局面よりは PCE がまだ高い局面で今回は利下げが始まってるというような発言をしていますよね。まあ、今日 PCE 発表ありますのでそこら辺注目かなというところです。 まあ2年債金利は4.252から4.248、10年が4.263から4.294、30年債が4.47から4.465ということで、まちまちの動きでしたよね、昨日に関しては。ただ、その前の日に財務長官の決定を受けて、財政規律をしっかり 見ていくということを言ったことによって4.26まで低下したんでその分若干4.32ぐらいまでは戻してますけどやっぱり以前のここの前の4.4%ぐらいという高い水準からは低下してますので長期金利の上昇は抑えられてるなというところではありますよね。あとととははアメリカ株だけは強いというところで ねえ本当にトランプさんの発言があっても本来であればね完全上げるっていうのはあまりアメリカ企業にとってはいいもいいことではないのにアメリカ株が上がってなんで日本株だけあの流れ玉食らわなきゃいけないんだっていうところなんですけどダウが 0.28%SP が0.57%ナスが 0.63%SOX が1.12%下落ビクスは14.1%ということで、えー、株式市場を見ますと ダウ平均高いですよね高値を更新してると。SP も高値を更新してると。NASDAQ もじわじわ高いということで、まあどんなものが上がった、下がったというと、やっぱりテック系はちょっと強かったですよね。アマゾンなんかも強かった。日本では、あのー、操作入ってるみたいな感じですけど、うーん、まあ実際この、 関税がすぐにこう引き上げられるっていうものではなくて、まあ、あの関税を上げるにしても、トランプさんがうーん、まあ、大統領令をにサインしたと言ったとしても、<laughs> その後、まあ、商務省の調査をしたりとか、いろいろなあのプロセスもあるんで、いきなりその就任直後にドドンと。 あのー、関税が上が上るわけでもないんで、ねうん、まあそこら辺はまだ先の話というところなんですがあこちら耐久財消費ということでこちらで GM が9%の下落でフォードも2.6%っていうことで。 まあこういう GM やフォードなんかも実はメキシコに工場を持っててそこから安いあのコストでアメリカにこう輸出してるわけですよねだからこういう企業なんかもちょっと流れ玉食らっちゃうっていうところなんであの GM が結構落ちてるっていうところでしたよねあとはマイクロソフトまあここら辺アップルここら辺のテック系は昨日は良かったというところ あと、そうですね、イーライリリーも上昇してますね。これ、バイデン大統領が、えー、抗肥満薬に対して、高齢者向け公的医療保険、メディケアと低所得者向け公的医療保険、メディケイドの適用拡大を提案したということで、まあ、そ,そこら辺を交換して上がったというところですね。あととヒズボラと うーんイスラエルの停戦が合意したということで、原油,原油価格が68.94から68.77に下落、まあ、それで受けてエクソンモビルは下落ということですよね、はいえー。そのような動きになっています。日経新聞を見るとそうです、ね、バイデンさん、イスラエルとレバノンが停戦合意したよということを発表していますというところですね。あとは そうですね、今朝の5本ということで、セブンイレブンね、カナダの会社に買収案で、MBA をするかというところなんですが、まあ、これどうなるかというところですよね、うん。諦めないって言ってますよね、カナダの会社は。うん、当面、緩やかな利下げに対して広い、幅広い支持があったと。 いう議事用紙ですよねあと波紋広がるということで、まあ、シェイン・バーム、メキシコ大統領は、えー、関税に関してはどちらのプラスにもならないよっていう、まあ、これはまあ当然なんですけどね、言ってるということで、あとはインテルに補助金、あと先ほどの抗肥満薬に関して、えー、保,保険適用を広げたっていうところがお決め上げですよという、そういうことになっています。あと 12月の FMC の利下げ。若干、これ50、50、えっと、5 60ぐらいだった。まあ、40、60ぐらいだったんですが、まあ、若干、利下げ派が、こう、上昇したかなというところですね。で、えー、マーケットを見ていくと。えー、まずは今日はちょっと、えー、っと、オセアニアですよね。 もうすぐというか9時半ですかね9時半にうん10月のオーストラリアの CPI が出ますこれをがあって、えー、11時には RBNZ が政策金利を発表しますこれ一応コンセンサスは4.75から4.250.5の利下げなんですが一部には0.75の利下げもあの観測もあったということでオセアニア面白いですよねどうなるかということで5ドルに関しては 昨日ちょっと高か,、えー、一昨日高かったところからこう下落してきて一応週間ピポットのサポートの位置の0.6450あたりが維持されています、まあ、一瞬割れましたけどこれ月間ピポットがここにはあるんですよねえっ、ー、と月間ピポットのサポートの位置があるんでこの6440あたりがこうサポートレベルで上は、まあ、週間ピポットが短期的にはちょっと今 昨日あたりはレジスタンスになっているというところなんで、まあ、65前後がレジスタンス、64、30、40がサポートという中で、えー、CPI 発表。で、ニュージーランドに関しては、まあ、似たような形してるんですが、こちらも週間ピポットの0.5790あたりがサポートになって、昨日はデイリーのサポート3が維持されましたけど、で、上の方はあ週間ピポットの58の 50 60あたりがレジススタンス200時間線も来てるんでやっぱりこの58の中盤あたりがこうレジスタンスになってるんで、まあ、0.75やったら落ちるんでしょうけど0.5になった時予想通りといって少しショートカバーが入るのかそのまま落ちるのかっていうのはちょっと見極めたいとこですよね、まあ、ちょっとこうちょくのとこは、まあ、の短期のとこは少し上がりやすい形をしてますけどまあこれ1時間足なんでねあとは面白いな 面白いものとしては、オ、えージですよね。もし例えばうーんとオジキウイオジキウイはずっと今週に入って下落トレンドになっていますえここまでは入地、えー、売りだったんですけどやっぱり直近はなんかオージ売りになってると。 いう感じですよ、ね、でまあちょっとここ王子買われてるんですけどまあここで例えばえっとオー,、えっと、オーストラリアの CPI が上昇しましたとで少しただ,、まあ、ただでさえ来利下げは来年からだっていうので強くなって、えー、もしニュージーランドが0.75の利下げとかになった場合はこれが上がっていくと思うんで 週間ピポットの1.11のあたりっていうのが抜けてこう上昇していく。まあ一方で0.5、まあ、0.5、まあ、になったらどうかなというところなんですけど、あとはその声明とかそ,そこら辺ですよね、ト派のスタンスを出すか、高派のスタンスを出すか、ニュージーランドがト派のスタンスを出すようであれば、OG ジーウに関しては。 CPI の話は別として、ニュージーランドがそれほど破綻的じゃないとなると、ニュージーランド買い戻された場合は、同時給下落ということで、えー、この30分差で出てくるーオーストラリアの CPI と、まあ、10月のですが、えー、RBNZ の会合の決定というのがちょっと。 オーストラリアドル、ニュージーランドドル、オージーキーウが面白いなということで、まずはそこですよね。ただ、えっと、もう一つ、ちょうど10時に出るということなんですが、その5分前に、えーま、ドル円なんですが、今落ちていますと、153円が一応、昨日も止まってるんですが、あのちょっとやっぱり上値が重い形をしている、ま。ただ、1時間足で見るとかなり売り込まれてきてるところなんで。 で今日に関しては、えー、明日ニューヨークが、えー、サンクスギビングで休みなんでえー、っと中根がないんですよね明日ねあの中根っていうのは当日決済なんでそうなってくると明日ニューヨーク決済できないんで明日の中根ないということになると今日あのその中根分を前倒しでやるかというところですよねですから今日中根の時給がドル高 にむまあいつもよりは多いはずなんで、えー、それで戻るのかどうかあと明日なくて明後日はまあこれ29日なんですけど金曜日は変則的五島日中根でもあり月末中値でもありということでちょっと月末要素も入ってくるんでちょっとドル円の動き中根前後っていうのはまあトリッキーな動きになる可能性もあるんで。 ちょっと10時前後は、えー、ドル円9時55分の中年ドル円10時に RBNZ ということで忙しくなるかもしれないんで、まあ、そこら辺は今日はちょっとあのー、注目アジアの注目時間かなというふうに思いますというところでございますあと今日は明日休みなんであのー、アメリカの指標がドットで出るんですよね 新規出業保険申請件数もありますし、GDP もありますし、耐久財もあるし、PCE もあるということで、今日はちょっとね、盛りだくさんなんですけど、みんな多分休みなんで、そこまで真剣にニューヨーク市場やるかっていうところもあるんで、今日もあのライブ夜やりますんで、もしょうある方は一緒にこれらアメリカの指標を見ましょうというところでございます。あとこの いつもあの通り告知なんですけど、あの、マルチタイムのピポットに関しては結構ピタッピタッと止まりますので、もしお使いになりたければ、えー、JFX さんのトレーディングビューでお使いになりますので、概要欄の方から講座解説お願い、えー、していただければ、無料でプレゼントさせていただきます。あと、サロンの方もやってますので、より深掘りした ファンダメンタルズとテクニカルズご興味あればこちらも概要欄の方からよろしくお願いしますということで、えー、この動画良ければいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします皆さん今日もお仕事頑張っていってらっしゃい